大英博物館に展示されている、ショーテルとその際やショーテル、またはショテルはエチオピアの両場の剣である。ショーテルを台頭したエチオピア貴族を描いた、エチオピアの伝統的な刀剣で、世界の他の刀剣と比べてもかなり特殊な形状をしており、両場の刀身が大きく暗曲しているのが特徴である。この形状の目的は、 それを内側にした形で横殴りに切りつけることで敵の盾をかわして攻撃を行うことであったが大きく湾曲している刃は刀剣としての切れ味にも優れている。この形状をゆえ一旦切りつけた後に手首を返すことなく切り返すことが可能で腕刀のように切りつけることと自家剣のように連続して斬撃を加えることを両立させることができた。また鎌のように切っ先で 引きかけることもでき、薙ぎ払う形でも大きな威力を発揮することができた。上述のような特徴から、一般的な刀剣とは重心位置が全く違うために非常に扱いにくいものであったが、うまく扱うことができれば、かなりの武器になり、古代エチオピアに栄えたアクスム王国、またその領域を継いだエチオピア帝国においては、ショーテルは、 皇帝直属の精鋭部隊の戦士の装備であり、熟練の戦士の使いこなす、ショーテルは不評のみならず、騎兵に対しても絶大な威力を発揮した、と伝えられている。なお、エチオピアには、ショーテルと同様の柄を持ち、大きく闘身が沿ってはいるが、片刃のサーベルもあり、このほか、検診が湾曲していない、両刃の磁気圏や、中近東で広く見られる片刃のサーベルといった、 他の地域と共通する刀剣類も存在し、広く用いられている。平均して1メートルほどの刀身長を持つ両刃の剣で前述のように刀身が S 字や半円を描くように大きく湾曲しているのが特徴である。ものによってその曲がり具合は異なり、円というよりは、区の字に近いものや L 字形のものもある。身幅が細いものが多いが、身幅の広いものも存在する。 刀身の側面、しのぎ筋には、トイが掘られているものも多く、高貴な身分のものが台頭する。ショーテルには刀身に凝った彫刻を刻んだものが多く、あった。刀身に比して、柄は短く、片手握りのものが基本である。水牛の角もしくは高期で作られており、造毛で作られたものもある。つばもとと塚頭にあたる部分が大きく張り出した、甲の字型をしていることが特徴で、 特に、塚頭側は大きく張り出しており、全体として中央部が大きくくぼんだ固形となっていることが特徴で、この形状は手で握った時に持ちやすく、手から取り落としがたい形状である。鞘は革で作られ、高級なものはや、小尻や石金が付けられている。小尻の先端には球状の飾り金具があるものが多い。その独特の形状から、 刀身の湾曲率の大きいものは一般的な構造の鞘に収めることができないという不便があったが、そのようなものには筒状のものに刀身を刺す鞘ではなく、切っ先部分のみが筒状であり、他は4型のうちいずれかの面が開いた大いとなっているものが鞘として用いられている。その特徴的な形状からフィクション作品、特にファンタジー系のゲームによく登場し、 何らかの特殊属性を持つ設定となっていることが多い。グラデと呼ばれる。両手握りのショーテルは存在が確認されていない。日本刀のこしらえでいうところのリツスズミが張った形状。ありがとうございます。